辛坊正樹は、日本の実業家。エリーパワー株式会社取締役常務、執行役員。大阪府出身。ニュースキャスターの辛坊二郎は実定。義妹は、西岡香織。1949年大阪府生まれ。一橋大学小学部卒業。慶応義塾大学大学院経営管理研究科1年生。家庭終了。 コロンビア大学経営大学院修士を取得した。ニューヨーク信託会社社長、住友銀行アトランタ支店長、住友ファイナンスエーシア社長、国際金融法人部長を歴任。日本総合研究所、株式会社日本総研情報サービス、代表取締役専務を経て、2012年7月、エディパワー、株式会社取締役常務執行役員となる。 2010年に、二郎と共著で、日本経済の真実、ある日、この国は破産しますを出版した。雑誌やインターネットサイトインタビューに答えるほか、兄弟で対談をすることもある。2011年にも共著及び単調を出版した。兄ちゃん、一緒にやらないか、と次郎から提案されたのが出版のきっかけ。本業の傍ら、 大妻マネジメントアカデミー講師、東京外国語大学大学院で講演、国民会館、パナソニックなどで日本経済や雇用制度について講演を行い、学習オンラインサイトで講師をする。ニュースピックスのプロピッカーとしてネットニュースやラジオでコメントする。東京工業、大学附属科学技術高等学校スーパーサイエンス、ハイスクール運営指導委員会員。 株式会社ハエックのパートナー、株式会社 API コンサルタンツのインダストリアルパートナー、二郎が司会をしている増刊高人のそこまでいて委員会にゲストとして兄弟出演した。同番組で元々は東京大学を受験する予定だったが、その年は1968年に勃発した東大紛争により、東大入試が中止になったため東大受験を、 断念して、一橋大学に進学したと語った。一橋大学の同期である、山本光太郎や住友銀行同期の宿、沢博明も同年東大を受験する予定だったが、同じく東大受験断念を余儀なくされている。ありがとうございます。